渡来町立渡来中学校は、三重県渡来郡渡来町田中市にある公立、中学校。渡来町が設置する唯一の中学校である。開かれた学校づくりを推進し、渡来町民であれば、誰でも授業を参観できる学校開放日を設定している。女子ソフトボール部は2019年現在、全国中学校ソフトボール大会に16回出場している。 2014年は部員12人と少数ながら三重県大会と東海大会をいずれも準優勝で突破している。渡来町では親子2代にわたってソフトボールを経験している家庭が多い。皿屋義則が渡来中学校に赴任して以降、近くの宮川での石投げや部員全員が成功するまでバントを続ける連続バントなどの独自の練習法を取り入れている。 2009年にはジャパンライムから試合で打ち勝つチームを育てる。渡来中学校のソフトボール指導という DVD が発売された。吹奏楽部はキューリバー、渡来パーク春祭りやサマーフェスティバルイン渡来など地域のイベントで演奏を行っている。2014年現在の部員は59人で、ほとんどの部員は楽器未経験で楽譜が読めない状態で入部している。 通学にはスクールバスが利用されており、2014年度から土曜日にも部活動送迎用に2台運行される。運行経路は8コースで最長約 20km33 分の通学となる。登校のバスは定時運行のため座席指定となっている。スクールバスは渡来小学校と兼用する。ありがとうございます。